李慶よしは、新末民発の政治家。字は、風保。三成信用書院を卒業して、三成大学に入学する。1905年、日本に留学し、日本大学で法学士の称号を取得した。帰国後、留学生講師に参加し、法制化巨人となる。後に、三成省に戻り、学校や新聞社、書店などの開業に努めた。1913年、 衆議院議員に当選し、憲法起草委員会委員となる。また、民のり日報や憲法新聞などの新聞を発行した。同年9月、両氏が結成した親遠征外の御用政党である公民党に加入している。遠征外死後も、理恵義氏は国会議員として活動している。河北五章で干ばつが発生した際には、被災民救済のための教養院を建設するなどした。 1917年11月、臨時参議院議員に当選し、参議院秘書長に選ばれた。1927年、長作人の下で、暗黒軍政治討論会会員に任ぜられる。しかし翌年には、炎釈山が開設した平津英寿総司令部に転じ、軍法、外交、交通三書の所長に任ぜられた。日中戦争勃発後に、理慶義は帰郷した。 ある時、日本軍兵士が八素寺軍兵士30名を処刑しようとしたところ、日本軍指揮官が、李の留学時代の同学であったことから、李は交渉の末に兵士たちを救出している。後に、李自身が日本軍に捕らえられ、40日余りにわたり監禁され、かつ協力を強要されたが、最後までこれを拒み続けた。九百四十年三月十日、病没。 去年62、中国共産党の機関誌、進化日報は、李系よ氏を追悼、称賛する記事を掲載している。ありがとうございます。